さあ、今日はイズの否定文をやっていくよ。何々ではないっていう文ですね。そう、まず復習として、私は何々ない、あなたは何々ない、これは言えるかな。例えば、私は寒くない。はい、言ってみて。寒いは英語でなんて言うんですか？ Cold だね。冷たいと同じだよ。なるほど、 Cold。 じゃあ、I am not cold か、 I'm not cold ですね。そうだね。じゃあ、あなたは一人じゃない、これは？一人？うん、一人はね、alone っていう単語を使うよ。じゃあ、you are not alone。そうだね。短縮形は2パターンあったけど、覚えてる？You aren't alone と You are not alone です。先生、この2つって何が違うんですか？そうだね、あんまり気にしなくてもいいけど、 You are not alone の方がよく使うよ。 Not は短縮せずに、はっきりと言った方が否定文っぽさが出るからね。なるほど、 You are not alone で練習しとこうと。さあ、ではでは、こっからが今日の本番。伊藤さんは元気じゃない、これはなんて言うかな。ちなみに、元気だは Well っていうよ。 Well、 伊藤さんは男性？女性？お、いいとこに気づいたね。そうだね、じゃあ男性としておこう。じゃあ、 Mr. 伊藤 is not well かな。うん、 Mr. 伊藤 is not well だね、正解。なんでそこに not 置いた？だって、 I am not、 You are not でしょ。イズもアムとかアーの仲間で、ほら、なんだっけ、 B 同士。そう、 B 同士だから、同じように後ろにノットかなって。はるちゃん賢いね。まさしくその通りで、イズの否定も is not ってなるんだよ。これも短縮できるんですか？うん、できる。イズとノットが短縮されて isn't ってなるよ。じゃあ、Mr. 伊藤 isn't well もいいんですね。その通り。じゃあ、もう一問。中国は小さくないです。これはどういうかな？中国は China って言うよ。China。China isn't small。うん、そうだね。is not small。もしくは isn't small。大きいはなんて言うんですか？うん、small の反対は big だね。じゃあ、China is big。これでも同じような意味ですよね。うん、中国は大きいだからね、同じ意味になる。その通り。よし、たくさん単語覚えて、もっともっといろんな英語を喋れるようになるぞ。その意気。では今日はここまでです。